ジャックシー・ロビンソンは、アメリカ海軍の高速輸送艦。チャールズ・ローレンス級高速輸送艦の一隻。艦名は、ジャックシー・ロビンソン一等兵にちなむ。ジャックシー・ロビンソンは、バックレイ級護衛駆逐艦の一隻として、ペンシルベニア州ピッツバーグのドラボ社で寄港した。1944年1月8日に、クレム・カイ・ロビンソン夫人によって、命名、浸水し、 テキサス州オレンジのコンソリデーテッドスチール車で偽装が行われた。ジャック・シー・ロビンソンは1944年6月27日にチャールズ・ローレンス級高速輸送艦の遺跡として APD-72 に艦首変更された。変更後1945年2月2日に艦長 WW ボーイ少佐の指揮下収益した。 カリブ海での成長後、ジャック・シー・ロビンソンは1945年3月31日にバージニア州ノーフォークを出港、太平洋艦隊に合流し4月14日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。4月24日に真珠湾に到着、1ヶ月間の集中訓練を行う。5月21日にウルシー艦渉に到着。 前線への大規模補給部隊に対する護衛艦としての任務を開始した。1945年6月に沖縄に移動、沖縄戦において沖合での対戦紹介支援に従事し、7月17日に出港、フィリピン諸島で同様の任務に就いた。1945年8月15日に日本が降伏、太平洋戦争が終了し、ジャックシー・ロビンソンは、 日本の占領任務にあたる部隊を運ぶ戦団の護衛任務に従事し、1946年初めにパナマ運河を経由してノーホークに帰還した。カリブ海での訓練の後、ジャック・シー・ロビンソンは1946年5月24日にブルックリンのニューヨーク海軍造船所に到着し、後半修理が行われた。その後不活性化のため、 フロリダ州グリーンケーブスプリングスに敬遠され、1946年10月30日に到着した。ジャック・シー・ロビンソンは1946年12月13日にグリーンケーブスプリングスで退役し、セント・ジョンズ側の大西洋予備役艦隊、フロリダグループで保管された。その後大西洋予備役艦隊テキサスグループに、 移さされれ不活性状態のまま20年間保管されたジャック・シー・ロビンソンは1966年12月1日に除籍された。ジャック・シー・ロビンソンは第二次世界大戦の沖縄戦における功績で1個の従軍聖賞を受賞した。ジャック・シー・ロビンソンは防衛援助計画に基づき地理に売却された。チリ海軍ではオレーラと改名され収益した。 その後、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。